ムン・インジュ、そして永井響、そして丸山聡太。味方が抜けて浮かせた、インディオのシュート、スーパーゴールが決まった。3点目大きな大きな追加点、浮き球のボール、鮮やかなダイレクトボレー、7点目になります。ここで味方から中川が浮かせて、このボールをダイレクトのシュート、ポストに当たってゴールに決まりました。利き足とは逆の右足、浮いてしまいそうなシュートなんですが、